ホタルイ族は、カヤツリグサカに属する分類群の一つである。ホタルイ、アブラガヤ、浮き上がらなど、様々な姿のものがある。細分されることも多いが、広く取る考えもある。ここでは、講義のそれについて述べる。ホタルイ族には、多くの種が含まれる。族の範囲についてはいくつか説があるが、広く取った場合、植物体の姿には、様々なものがあり。 根元から発達した多数の葉を出し、花形を伸ばして昆布をつけるもの、根元に少数の葉を持ち、花形の途中や先端にも葉を持つもの、ほとんど葉を持たず、イグサのように花形だけが束になって出るものなどがある。また、地下形もごく短いものから、長く横に這うもの、地下に海形を持つものもある。ここでは、サタケタの体型に沿って説明する。共通の特徴は、 コボの構造で以下のような特徴を持つ。臨片が螺旋に配列した多数花のコボを家計の先端に多数つける点では、天月属が比較的似ている。ただし、天月属では、針状付属物がないこと、果樹の規模が幅広くなり、その部分の下で果実から脱落する点で異なっている。また、同じく臨片が螺旋に配列した多数花のコボを持つハリー族は、 多くのものが、家系先端に小棒を一個だけつける。また、家中の基部が大きく膨らみ、果実の先端に残ることも異なる点である。個々の植物については、各個の項目を参照。世界に約200種がある。日本では30種ほどが知られており、自然雑種と思われるものある。この属にはかなりはっきりと性質の異なる植物が含まれている。そのため、 いくつかの族に分ける説もある。日本産のそれぞれの方のものの代表を挙げる。それぞれの軍の後の内は再分属の名である。なお、この軍は実際には小ネプレクトスになり、しかしその和名は太い族となった。しかもその後にそれがさらに分割され、ホタルイアその近年種はスキーネプレクトイエラとなり、その和名は細型ホタルイ族となってしまった。 また、高根黒ゲは、渡杉族に所属させられていたことがあるが、現在はこの族に含められる。細分族では、油ヶ谷族に含める。佐竹ほか、P176 星のほか、ありがとうございます。